モスハソー。みんなで攻撃手2をゲットしよう。どうも、レロンです。さあ、滅日日記3日目やっていきたいなと思います。前回2日目ね、攻撃手2を迎え入れるために、仲間だよ攻撃手2君、僕も赤色だよ仲間だよーんっていう意味で、重ね着装備の防具を赤色にしたんですけど、まあ出なかったと。俺は1個気づいた。赤色がドス黒すぎ。攻撃手2ってさ、思ったより赤くなくない？なんか、薄赤だよね。薄赤。すげえ薄いの、赤が。そう、だから、前回の赤色がすごいドス黒かったんで、より攻撃手2に近づけて、赤色を、ちょっと薄くしました。うん、なのでこれでね、より、あれ？これ、僕と仲間かもみたい。当たってねえじゃねえかよ！ということで、赤色を薄くしたということで、これでね、攻撃手2の、仲間意識が生まれて、うまいこと出てきてくれるんじゃないかなと思っております。さあ、前回のこの滅日のタイムが、9分54ぐらいか、だったんで、今日はちょっと9分30秒、より早いタイムを狙っていきたいなと思います。今回マジで真剣にやる。えいや、何もないのかよ。こんだけ狭いのに、こんだけここ狭いのに何にも当たらない。そんなことあってたまるかよ。思ったよりテオティスカトルって痩せてる。だから猫ちゃんがさ、お風呂入ると毛が小さくなって、実はこんなに猫って痩せてますみたいな、そういうこと。頭、うまい。さあ、そして不動の装備。頭届かねえ。こっち向いてよ。ねえ、こっち向いてよ。ねえ、こっち向いてよ。君の美しい顔見せてよ。お、もう一回これは吹っ飛ばせますな。エイテスカトル、思ったより痩せてるんで、しっかりと壁に当てていこう。俺この何だっけ、激流工法みたいなやつに当たるかなと思ったんだけど、それはまた違うんだね。赤ゲージを維持できてない分、まだ二流ですね。いや三流、いや四流、いや五流、いや六流、いや七流、いや八流、いや九流、いや10流、いや11流、いや12流、いや10、いや14流、いや15流、いや16流、いや17流、いや18流、いや19流、いや20流かもしれない。どうも20流タチハンターレドンです。ナイス。まずゲージ回収してからの、せいせいからのせいんです。オッケー、素晴らしい。いつもカブト割りするとき「セイキンです」って言ってるけどさ、多くが赤いからこれ赤キンじゃない？赤キンだわ、間違えた。赤キンです。どうも。チャーラー。どうも、チャーラです。またまた吹っ飛ばせますやん。いて。あ、みんな、さよなら。悪い。俺死んだ。これもう傷つけとかいっか、もうそろだろ、さすがに。待て、でもドクロマーク出てないの。これまさか一番最初にさ、激流工法みたいなやつ当てれなかった弊害出てる。これその分のダメージ足りない、これまさか。当たってねえじゃねえかよ。ここずらー。お、ドクロ出た。もうわんぱくすぎるって。こいつ何往復してんの、ここ。ドッグランかなんかと間違えてない？違う。ああ、だからさ
なんでそんなさ、上をさ、行ったり来たりしたりさ、めちゃめちゃ走り回ってさ、往復したりすんの？やっぱりドッグランかなんかと勘違いしてるよ。おら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 。いないもん、そっちだって誰も。誰もいない。このタイミングで乗れるんだね。なに自分で壁にぶち当たっといて、V 破壊て、どういうことやねん。白ゲージだが、赤金です。そう、余韻で殴ってる。早く終わってくれ。余韻で殴ってます、今。早く終わってくれ。赤金で倒した感じになりたい。余韻で殴ってるから、今。本当の赤金、あ、キレが悪いやつ、間の悪いやつ。なんか何、わんぱくすぎて腹立ってきたからさ、このなんか爪剥ぎ取ったろうぜ。ここ爪、普通このなんか何、胴体の部分剥ぎ取るじゃん、みんな。違う、爪剥ぎ取るわ。こいつが一生駆け回れないように爪剥ぎ取る。え、なんだって、もう死んでるから走れない。さあ、ということで、9分半が目標だねって言いながら11分46秒、そして2つもしてしまいました。まあそんな関係ないですね。攻撃機種2が出れば OK です。では赤い装飾品カモン、行きましょう。